皆さんこんにちは。今回はゴマについて見てみましょう。さあ始まるよ。ご飯にかけたり、ごま和え、ごまドレッシングなど、いろいろな料理に使われるごま。みんなは好きかな？毎日見かけるほど身近なごま。日本の食べ物なのかなと思いますが、実はごまのふるさとはアフリカです。アフリカはここだよ。ごまは貴重なものとして扱われていたよ。古代エジプトの王様、ツタンカーメンのお墓からは、黄金のマスクなどの宝と一緒に、食べ物を入れた壺も発掘されました。その中の一つから、ごまが見つかっています。ごまを大切にしていたんだね。開けごまという言葉を知っているかな？宝の隠された洞窟の扉を開くおまじないの言葉だよ。古代から人々はごまの不思議な力を感じ取って大切にしていたことがこのことからわかるね。そんなごまはどのように育てられるか知っているかな？ごまの葉っぱはこんな感じです。そしてごまの花は変わった形をしています。筒状で先がラッパのように広がっています。花が落ちた後、柵が大きくなり、この中にごまができます。ごまは並ぶのが上手。この柵の中にきれいに並んで入っているよ。ところでごま油知っているかな？ごま油も実はごまから取れるんだよ。ごまもごま油も栄養たっぷり。食べると体が元気になるよ。ぜひ食べてね。最後まで見てくれてありがとう。ごまについて少しわかったかな？頑張った子にはプレゼント。何が出てくるかな？ごま団子のメダル。他の動画も見てみてね。新しいメダルがもらえるかも。